北豊津信号場は、北海道山古志郡おしゃま町あざ豊津にある、北海道旅客鉄道函館本線の信号場。かつては駅であったが、2017年3月4日に旅客扱いを廃止し、信号場となった。駅番号は、H50 であった。函館本線は、隣の黒岩駅から東駅まで単線、東駅からおしゃま駅まで伏線である。 1976年の北と四信号場と周囲約750メートル範囲。下が単線区間函館方面。右側には国道5号が見える。上述の通り国道から当駅は見えない。短めだが相対式ホームを持つ。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成所在地豊津の北方にあるため、 元々当地はアイヌ語でルコと呼ばれており、そこから六信と命名されていたが、信号場開設前の1940年の区名改正で地名が豊津となっている。1970年に東信号場からおシャまんべ方が伏線化された。以来伏線区間の四十八であり、校内の函館方に伏線区間と単線区間の境界となる。 両開き分岐器が設置されている。旅客扱い当時は、おしゃまんべき管理の無人駅であり、相対式ホーム2面2線が設置され、構内踏切で結ばれていた。駅舎はなく、ホームの脇に待合所があった。CTC 改善は、運転要員が配置され、北豊津からと表示された乗車券を発売していた。北豊津駅に関するカテゴリー、 北豊塚里城工場に関するカテゴリー、ありがとうございます。